令和2年をお迎えになられて、まずはおめでとうございます。身代わりで気持ちも新たに新年を迎えられたのは地味に嬉しいものです。さて、今回動画として取り立てて新鮮な材料もないので、過去訪れてまあまあな街歩きの様子をまとめてみました。それは交通庁界隈のことです。最初は東浜界隈の江戸時代から続いた海鮮問屋やこんぴら山系旅人の宿泊用長屋などがあります。東西の狭い通りにはナマコ板の土蔵や石柱の門構えに何気に飾られた金物など資材を投じた余裕が感じられます。続くは西浜に立ち寄りました。商家の名残を見ることができます。この辺りはつい半世紀余り前まで崖下と言われ、すぐ前には海水浴場が迫っていた地区です。小さかった頃の夏休みにはこの辺まで路面電車でその海水浴場で遊んだ記憶が残ってます。通りにポツネンと取り残された郵便ポストが佇んでいるのが印象的です。そして次に向かったのは桜川沿いの三叉路付近の大通りには洋館の重厚な木造建物が通りを挟んで2棟、とりわけ山本委員の前庭には大きなヘラジカの銅像が飾られてます。現在の多度津は造船など工業が盛んですが、一見されるほどの歴史的な文化財の宝庫でもあります。最後は谷中の武家屋敷跡の多度津資料館です。2019年7月見学時の動画を貼り付けました。ご覧ください。